もう言ってることがすごくやっぱり応援したいっていう人もいれば、鼻につく人もやっぱり言ってることがね、ちょっとなんかよくわかんないと言ってるから、練習中のこう撮影してる合間もなんか一人考え事をずっとしてるんですけど、うん、練習中のだんだんこうイライラしてきて、でその理由がそのみんなこう UFC は無理だとか、いろんな格闘家とかその格闘技評論家とか憶測でなんか計算とかそんなんばっかしてるやつらが UFC は無理だみたいな言ってるんですけど、まず日本人で UFC 誰も取れてないのに、同じ日本人に UFC は無理だみたいな、お前も取ってないのになんでお前にそんなこと言われていけないんだみたいな、だんだんなんか怒りが込み上げてきて、俺とお前はちげえんだみたいな、なんかって思いながら練習してるんで、だからより吸収できるのかもしれないですね。悔しさっていうか負けたくないって気持ちが強いです。バイジンを俺が作ってもっとそういう気持ちなんですよ。だからなんか生半可な平本蓮だけのことは考えてないっていうか、大会総括してライジンジャックするっていうのが僕の目標だから、大会を作っていくっていうよりもライジンをジャックするっていう、全て奪い尽くしたいんですよね。いいとこも悪いとこも全部バーってひっくるめて全部自分が占領したいっていうか、死んだら格闘技やってたら君出番なく終わっちゃうよみたいな、そんな場所にしたいんですよライジンを。